イヤホンを直してイヤホンのケースに入れて完了です。こっちよいしょ。ふう、お待たせしました。こんにちは今日さ、マーランタン食べてからさ、あのなんかあのちょっと喉やられたんだけど、もしかして弱いかな。中国の辛料系、そう、辛いもの食べると結構あのいこの食道がすっきりするから好き。でも喉やられた全然大丈夫、許容範囲なんだけど、ちょっとってなる。そう今日メールでも言ってんだけど、今日マーラータン初めて食べたんですよ。マーラータン、そうずっと食べたくて、マーラータンがそうずっと食べたくて、でちょっと前に知って、マーラータンの存在を TikTok が急に出てきて、で私これ食べたいわと思って、まさかこんな早くね食べれると思わなくてすごく嬉しい。そう、めちゃくちゃ、いやめちゃくちゃ辛そうでしょ。めちゃくちゃ辛い。そう、なんかもう本当になんかおすすめって書いてあったから、私は2辛にしたんですよ。2辛、なんか辛いはうまいみたいな書いてあって、辛いはあ、なんかその初心者向けの方はピリ辛って書いてあったんですよ。で自分のおすすめの2辛の方は、お店のおすすめの2辛の方は辛いはうまいみたいな書いてあって、まあでもおすすめじゃからこっちにしよっかって思っておすすめにしたら、めちゃくちゃ辛くて、えでも辛いんだけど、こうよく味あったらめちゃくちゃうまみうまみとか言ってね、そううまみを感じた。はい、あとで麺が細麺と太麺選べて、私は太麺のマーラータンを見て、私はマーラータンに憧れたんですよ。だからマーラあの太帯にしたんですけど、なんか太帯と細帯どっちがいいですかって言われて、あ太帯でって即答したら、あ太帯って本当に結構太くて平たい感じの麺なんですけど大丈夫ですかみたいな、大丈夫ですかってどういうことかなと思って食べたら、本当に結構めちゃくちゃ弾力があって、めちゃくちゃ辛じゃない、めちゃくちゃもちもちしてました。そうだから次はもう一回細麺も食べたい。そう太麺めちゃ太くてね、もちもちでした。めっちゃ顎疲れるレベルのもちもち。でもそっちはめちゃくちゃ好きだった。そうマジでもちゃ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 もちもちそうでした。初マーラータンです。でももう一回食べに行きたいって思ってる、細麺の方で。なんかノーマルは細麺らしい、ノーマル細麺、そう細麺のその初心者のやつにしようと思います。次食べるときはちょっとそう具材もいろいろあって、自分で取って食べるシステムだったんですけど、具材もいっぱいありました。サッチーはねチンゲン菜とヤングコーンと、そうメールには肉団子って書いてたけど、まあ、正式にはエビ団子とイカ団子と生姜の団子3種セットのやつ食べたのと、あともう一個ナスビにしました。次行ったらもう決めてて、次はキクラゲと、あ決まってなかったですねキクラゲと何入れたいかな、キクラゲとタケノコ入れたいと思って、あともう2個、やつ3個ぐらいがね多分ノーマルなの、わかんないけど、そうめっちゃ美味しかった。キクラゲ美味しいよね。そう決まってなかった、決まってると思ったけど、キ
クラゲ美味しいよね。どっちも大好きだよ。タケノコも美味しいよね。ヤングコーンも一回はちょっとお休みちょっとね、違う、全種類制覇系女子なので私は。いや、ハマりそうだよ。てかね、広島の時も探したんだけど見つからなくて、でも行こうねって言ってる、広島に。だからマーラタンオタクですね、多分。あ、でも私はね、めちゃくちゃハマってめちゃくちゃ食べてすぐ飽きる人なので信用しないでください。あ、ちょっとすいません、ビタミン剤飲ませていただきます。映ってないかな、うん、あとなかなか冷めなかった。多分めちゃくちゃいいことなんだけど、なかなか冷めない。あそこのマーラータンずっと熱くて、熱々で状態で食べられた。たっちゃん、スチーチありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。おすすめです、マーラータン。油膜のせいで。あ、そうなの。全然、そう、めっちゃ汗かいたと思う。え、汗かいた気がする。覚えてないけどそう、今日も蒸し暑かった。今日も暑かったね。まだ全然半袖だね。でも真夏よりはなんかさすがにちょっと涼しくなった気がする、サッチーは。でまだ半袖ですね。めちゃくちゃ秋服を1個買ってるんですよ。早く着たい気持ちもあるけどね、いろんな気持ちがありますね。ただいま、おかえり。まだまだ暑いか。でもそう、確かにね、だんだん涼しくなってきた。サチ結構ね、中華料理が好きなんですよね。そう、照明サチが見られる幸せかもしれない。嬉しい、幸せ噛み締めてくれるレベルのね。これ正面なの？正面か。あともう一つ目標があって、私はアサイーボールを絶対に食べに行くんです。そう、アサイーボールが食べたくて、どこで食べるか決めてないけど、アサイーボールが食べたい。マーラータンも目標にしてて、アサイも目標、今ちょっとずつ消化したい。あともう一個くらい、あとバーミヤンも行きたいって書いた。あともんじゃもね、みんなが押してくれたからもんじゃも追加したんだけど、もんじゃはどこにあるかちょっと今検索中です。そう、毎日食べるなら、え、毎日なら和食かも日本人取っちゃう、日本人。そう、でもマーラータンってさ、私もんじゃでバイトしてるから焼き方で確かにちょっともんじゃたち焼き方知らないよ。お好み焼きしか作ってないよ。もんじゃの焼き方教えてください。サチさん帰ってきて太ってないか心配。サッチも心配だし、お母さんもめっちゃ心配してるでも大丈夫だよ、みんな安心して。さすがに、そう、でもマーラータンはカロリー書いてあったのよ。460何本だったの、マーラータンで。セーフね。で朝ごはんはあのそのいつもと変わんないようにした納豆と、ご飯がおにぎりになっちゃってちょっと塩分がいつもより肩なんですけど、でトマトジュースも買ったんですよ。トマトジュースだから朝ごはんはいつもと一緒で、昼、まあ、今日はたまたま食べに行ったけど、昼も食べに、昼はでも
でも、でもそうなんだよね、コンビニご飯っていう時点でやっぱいつもよりは太っちゃうよね。別にそんなオッケーオッケーってしてるわけじゃなくて気をつけてるんですけど、ちゃんと。そうで昼はまあ食べてちょっとだけで、夜はもううさぎちゃん生活っていうのは嘘だけど、うさぎちゃん生活は嘘だけど、でもちゃんとあのちょっと気をつけてますそうそうなんですよ。痩せてるから大丈夫、優しい優しいけど甘えないように頑張んなきゃ。そうでもさ、ダイエットってさ、なんかご飯も食べなきゃ太るみたいなとか言うよね。ああ、そう、ちなみに今日の夜ご飯は野菜とサラダと卵巻きのやつと豚汁とおにぎり1個です。ムチムチみたいです。どこからがみんなにとってはムチムチなんだろう。まあ、ムチムチになった時はいっぱいあったんだけどね。肉を食べましょう。肉食べたい。肉食べたいね。ステーキが食べたいんだよね。けどステーキはお店じゃないとないよね。多分。お肉食べたいね。こんばんは、来てくれてありがとう。こっち来てくれてありがとう。うん。こんばんは、来てくれてありがとう。さっち来てくれてありがとう。そう、お肉はいっぱいあるんですけど、身の回りに。でも、あれじゃない？で、名前忘れた。揚げ鶏とか、揚げてあるやつしか見てない。今のところ。あ、あと聞いてください。あれですよ、あの昨日セブンイレブンで売ってるお店で開けたドーナツ食べました。美味しかった。なんかでもドーナツってよりは揚げパン、中にクリームが入った揚げパンって感じだった。美味しかった。サッチーは砂糖かけずに食べました。そう、そんなのあるんですよ。わかる、セブンお店で揚げがちで、うまいよね、あれ美味しいね。全種類食べたいんですけど、ちょっと葛藤中です。でもドーナツです。お母さんとね、よく食べ物話するんですけど、甘いものはやめなさい、食べるならそういうご飯系で食べなさいって言われました。確かに。だからそう、他の種類も食べたいんだけど、ドーナツでもちょっとまだ我慢中ですね。そう、でもいっぱい、そう、ミスタードーナツ食べ放題。でも食べ放題、結局私が食べれるのは多分3つぐらいなので多分買った方が安い気がしていけてない。そう、そう、曽川さんが食べてるだけの動画を見たい。見たことないよね多分。サチが食べてとか、サチ恥ずかしくて、ね、映さないタイプ。そう、ママッチーが、で舞台終わってもありがたいことにお仕事があるから、そう、気を引き締めとかなきゃ。え、スイパラ行くよ。スイパラ行くけど、最近行ってないですね
そう、定点カメラしてくれるし、なんかそうねお鍋の季節が待たれます。え、広島に帰ったら私はカルディで買った火鍋の素で絶対に火鍋を食べます。そう、絶対に食べます。それが楽しみに。そうそう、秋は美味しいものがたくさんですからね。なんかファミマでなんか芋フェアしてるじゃないですか今。食べたい食べたいけど我慢してる。そう、あ、でも火鍋、そう火鍋でもマーラータもなんか火鍋っぽいですよね多分。薬膳鍋、薬膳スープ春雨って書いてあったから多分。え、芋のサンドイッチ、あれ結構見当たらないらしいね。らしいね。探した、あ、でも一回見つけたけど買わなかったそう、さちゃん、すちちゃん、ありがとう。そう、麺は春雨、美味しかったですね。そう、みんないっぱい書いて誘惑が多いですよ、本当に。みんないっぱい書いて、おすすめの食べ物屋さん全部行っちゃおう嘘、行かないけど。さちゃん、ちっちゃい、サンマ食べたいね。私サンマ食べてないよ、もう何年も。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、東京でしか食べれない。最近サンマ高いらしい、らしいね。いつから高いの？なんか数年食べてないからさ。お魚食べたい。何年も食べて、なんかちょっと前までねよく家で出てたんですよサンマ。だけどなんかだってこの数年間お母さんと頭まで食べれるっていう話を家族としてないからってこと、食べてないそう、サンマ好きだよ、めっちゃ大好き。可愛い、来てくれてありがとう。サンマ腹渡ってあれだよね、苦いとこかな。食べますよ。浅草でも伸びるチーズ、え、チーズ入りカレーパン、あ、カレーパンか。メンチカツはね修学旅行の時食べたんですよ、美味しかった。カラド市場行きたい、絶対に行って、絶対に行って。カラド市場楽しい。カラド市場って美味しいだけじゃなくて楽しいんですよそう、カラド市場本当に美味しいし楽しい。なんか景色がいいんだよね全体で。カラ、ハイカラトヨコ町ってらへんまで多分カラト市場に行っても行ける距離にあるんだと思うんですけど、景色が良くて。なんか結構前の話になっちゃうんですけど、スレッズの写真はそこでしたそう、まあ、別に全然面白くないんだけど、あの7月18日に下関の、あの病院の方、医者の方、お医者さんがいっぱい集まったところでライブをさせていただいたんですよ、まあ、そういうのがありまして。そう、 X にも出したんですけど、その帰り道にカルト市場の横通って、で、あのなんか赤いバスの前で撮ったんです自分。あれがこうシューって言ったら見えて、引いたというのがサッチーのスレッズやんっていう話をしたのを思い出したっていう話面白い。そうっていう話を思い出したなっていう話。オチはありません。サチキグダありがとう。
そう、カラト市場マジで好き。また行きたいですね。お寿司も食べた。え、そう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 、行かないんだけど気づく、気づき合いの気づくにさ、あ、待って、浅草のさ大学芋でも思い出したさ出来事っていい出来事っていい、あの、そう、修学旅行で浅草に行って3人グループ3人グループぐらいで回ってたんですよ。回ってて、あ、そう、築地の話もちょっと後でしたいんだけど、3人グループ回ってて、なんか大学芋見つけてみんなで、え、これ食べたくないってなって、でも結構量が多くて食べ歩きしたかったから、女子3人だったからみんな食べ歩きがしたくて、ちょっと多くないみたいな話になって、あの、こんぐらいだったからね。そう、だから1個みんなで食べようってなって、なって、で私が買ったんですよ。じゃあ後で分けようみたいな。未だに帰ってきてないですね、お金がっていうのを思い出しました。嘘、全く、全然その高校生活中に思い出したことあったんですけど、まあ言うてね、まあいいやってなったんですけど、まあいいやってなったからいいんですけど、今ふと思い出した、そういえば返してもらってないわっていうのを思い出しましたねそういえば返してもらってない。見てますか、オッチーさんじゃない、オッチーさんは別々だったの。そう、ちょっと今から LINE してみようかなみたいな。嘘です。あ、ありがとう、なんかオチがない話のあたり、これ話したらなんかオチがすごいって褒められた、ありがとう。まあまあ思い出しただけですね。そうで、さっちさ、話を思い出すときさ、思い出しながら他のこと考えちゃうの。変な人で、ちょっと他のこと考えちゃって、話がさ、ちょっとさ、あれ、ちゃんと話せてた今。今もなんか他のとこはちょっと話がなんか侵入してきて、そう、ちゃんと話せてた急に心配するっていう。大丈夫ならよかった。そうで、戻るんだけど、築地、築地合ってる、築地にね行ってみたいんですよ。お魚有名だよね確か。ごめん、あんまり知らないからあんまり言えないかも。築地合ってる、築地、お魚有名だよね、新鮮のお魚。なんかさ、そう、めちゃくちゃでかいお刺身が乗ってるのが食べたい。なんか東京でもめちゃくちゃでっかいお刺身が乗ってるお寿司が食べたくて見たんですよ。たまたま通ったらお寿司屋さんがあったから、見たら3,000円か4,000円したんです。高すぎると思ってちょっと買えなかったでもどうなんだろう、普通なのかな。なんかお寿司握りセットみたいな、ちゃんとこういう下駄みたいなやつに乗ってるちゃんとしたお寿司屋さんのお寿司見たんですけど、3,000円か4,000円だった。普通なのかな、まあ行かないと思うんですけど。高いね。でも一度はめちゃくちゃ高い美味しいでっかいネタのお寿司が食べたい。サッチは高くても俺たよろしくお願いします
サッチーはどんどん食べちゃいたいと思います。そう、安い方なの？高いですよ。こんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、来てくれて。銀座の寿司、いやちょっとね、銀座通ったんだけど、ちょっと銀座ってなんか高い、お高いイメージだからさ、街全体がセレブなイメージだから、ちょっと行きづらいんですよね。どう、みんな。でもちょっとさ、やっぱ銀座ってさ、こう東京に住んでなくてもさ、思いつくんよ。あ、銀座ねみたいな、ちょっと聞いたことあるなみたいな感じだったからさ、ちょっと一回降りてみたいんだよね、銀座で。そう、番組の企画書だと、ね、銀座に行きたいですってどれどれ、お寿司食べたいですそれと。そう、そう、歩くだけならセーフかな。ザギン、何ザギンっていうの、銀座って銀座は高いですか。でも私、高級な人がたくさんいそうですよね。サチ、来てくれてありがとう。築地、築地ってどこにあるんだ。あれですか、東京のあれって。あ、横浜って意外と近かったね、この前調べた。でも横浜って食べ歩きがメイン、やっぱり。あ、東京の海の方なの、食べ歩きがメインなのか。そう、中華街、横浜中華街。他に何かあるかな。どうなのどうなの。あ、豊洲市場も聞いたことある。なんかでもか、あの、なんか朝たまたまテレビつけたら、ららぽーと横浜世界一広いで、テーマパークじゃないショッピングセンターって書いてあったんだけど、あれそうだったっけ。あ、みなとみらい、ちょっとみなとみらい気になるかも。でも中華街だったらちょっと一人で行けない、さすがに。なんかちょっと謎の、あ、やば、今逃避チャレンジしてたかも。最悪んごそう、横浜はちょっと、横浜中華街はちょっと一人じゃ、ちょっとあれですね、一歩踏みづらいかも。さっき誰か言ってください、一瞬。うわ、そう、そっちは鎌倉がね、鎌倉いいよね。あれが食べたい、くるみっこ、ずっと探してるの、修学旅行の時から。こんばんは、来てくれてありがとう。しらす丼美味しいよね。何分から、45か。タコせんべいいね。でも小籠包食べたいな。結構好きかも、中華が。和食中華イタリアかな、ランキング的には。一人で入りやすいってなるとね、やっぱチェーン店なんです。
ですね。そう。そうなんですよ。フランス料理。フランス料理って何があるの？フランスって何？イタリアだってサイゼリアのパスタとかでしょ？サイゼリアのパスタとかじゃなくて、サイゼリアみたいなとこでしょ？パスタとかピザとか。で、フランスは何？そう、王将とかめっちゃ惹かれる。王将大好き。エスカルゴ、わ、エスカルゴ食べてない、食べたことない。そう、私はいつかサイゼリアに行って一人で1500円ぐらい握りしめて行って、何個ぐらい食べれるかな、1個だって300円とかだよね、300円、5個ぐらい頼んでこう食べるのが夢。あ、フルコース頼みたい。サラダ、コーンスープ、なんか一品物で、パスタとか主食一個で、デザート、これがしたい私は。そう、フレンチのふわふわのオムライスとか、あー私すぐに叶いそうで、そうそう、サッチが一人で店に入、まあ店に入れるんですけど、一人で、そう、勇気と、そう、を出せばいけますね。サッチたちありがとう。そう、1500円、1500円あったらめっちゃ食べれるサイズ量。そう、全メニュー制覇したい私は。結構ね、パスタは全種類食べてるんですよ。でもね、結構どんどん新作出るから、そう、サイゼ、そう、一人で入るのは結構勇気がいりますね。できるけど、できるけど結構勇気がいるそう、入ったら結構もういいんだけど、そう、ちょっと店に入るまでがね、ちょっとね、勇気がいる。こんばんは、来てくれてありがとう。今ね、サイゼリア今メニューにあると思うんだけど、なんだっけな、名前忘れたけど、ちょっと待って、名前忘れるの最悪だよね。ちょっと待って、調べたい、気になる。勇気とちょっとだけ愛も必要。あ、サイゼに対する愛ってこと。サイゼリア、これサイゼリアじゃなくてサイゼリアなんだね。辛味チキン美味しいよね。そう、チェーン店の方が入りやすい。わかる。あるかな。カルボナーラも好き、サイゼの。そう、ちょっと待って、あるか、メニュー表がね。メニュー表が出てこないんだね、そっちの。そっちのね、スマホなぜか出てこないんですよ。クリームパスタはみんなに、ね、教えたいの。クリーム、あ、こんばんは、こんにちは、ありがとう、来てくれて。これだ、600円パスタ、これです。皆さん、メモの準備はいいですか？きのことほうれん草のクリームスパゲティ、めちゃくちゃ美味しかった。これやばかったよ、これ大好き。あー、サイゼリア行きたくなっちゃった。え、そのね、チキン系は食べたことない、あんまり。パスタですね、大体600円安いの。まあパスタで安いか。うわ、美味しそう。でも今日は結構お腹いっぱい。さっちゃん、スイちゃん、ありがとう。僕も大好き。え、わかる、私も大好きですよ、パスタ。さっちゃん、来てくれてありがとう。サラダはチキンのサラダが好きです。あと、もう一個、もう一個、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかね、
私が中2ぐらいの時に、待ってこれ覚えてるかも、キャベツとチキンのクリームスパゲティ、これ美味しかった。なんか中2ぐらいの時にサイゼリア大好きで、今も大好きなんですけど、なんかもう本当に本当に大好きで、え、そう、山口にねサイゼリアがあったか、あったけどあんま行かなかったの。あ、これだ、これ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 、この中2ぐらいの時に食べた、期間限定なんだよな、ブロッコリーのクリームスパゲティ。もうこれがマジでめちゃくちゃ美味しくて、再販してくれないかなって、ちょっとスクショしとこう。でかい音、ガストのこと忘れない、ガスト忘れるわけないじゃないですか。え、ちょっと待って、何これ、何これ、予告編、いつの予告、最近なわけないか。いや、このブロッコリーのねクリームパスタがマジで美味しくて、未だに覚えてる私は、美味しすぎて。そう、めちゃくちゃサイズ行ってたんですよ中学の時。そう、めちゃくちゃ美味しかった。いや、作れても違うんですよサイズのはやっぱりそうだからね。確かになんかサラダもさ、小皿と大皿あったよね。だよね、小皿と大皿があったよね。まず中学の時めちゃくちゃ行って、外食行こう、サイゼがいいって言ってたもん。そう、こんにちは、来てくれてありがとう。で、その時からスパゲティしか食べてない。サイゼ行ったら絶対スパゲティ食べてた、たまにピザ。そう、サイゼ美味しいよね、マジで大好き。カプリチョーザがね、ないんですよね、この近くに。パンは食べない、サイゼのパンですか。あ、今日までだったよね生誕祭。ちょっと待って、ちょっと待って、生誕祭ってさ、今日まで、まだある時間、いた。今日までかな。もう終わってた、もう終わってた、18時。いつ結果なんだっけ、13だけ、もち、あ、もみじさんごめん、スクショ下手なんだよ。マミジさん、タワーありがたわーでーす。いるかな、マミジさん、ありがとう、タワーありがとう。よかった気づけて、サイゼリアのメニューとか見てたから。98じゃなくて9がいる、ありがとう。マミジさんいるかな、タワー888ありがとう。ありがたわーです、もみじさん、ありがたわーです、もみじさん、ありがたわーです、もみじさん、ありがとう。あら、いないかありがたわーです。さっちゃん、ちっちゃん、ありがとう。あ、さっち、先日の舞台両日ともに見に行きました、とても、ありがとうございます。先日の舞台は幸せになるためにですかね、
嬉しい、両日ともありがとうございます。誠にタワーもありがとうございます。舞台ありがとうございます。本当にね、来てくださって。22日の東京見に行きますか。22日、お、最終日のカルコメですね。ありがとうございます。頑張ります。マッシュルーム舞台の稽古始まってるんですけど、あの台本と演出がもう面白すぎてサッチは人見知りするとあんまり笑わないんですけど、もう面白すぎてキラキラ笑ってます。ちょっとマジで面白いマジで面白いです。皆さんぜひ楽しみにしておいてください。チケットまだいけると思う。気になった方はまだ待ってます。 A 席が余ってるとかとかとか言ってました。こんにちは、来てくれてありがとう。あ、そうで生誕祭楽しみです。それは楽しみ、ありがとう。振り幅がすごくない？だって幸せになるためにさ、めちゃくちゃちょっと悲しいお話だったからさ、今度はマジでめっちゃコメディ、そうめっちゃコメディです。今日の18時に終わったので先行販売が、これで完売したら一般はなしってことだよね。一般はなしで、これで完売じゃなかったら一般があるってことか。今日の18時で13日だったよね、発表当落。あれ違ったっけ。一発はなし、あれでしょ、売り切れたらだよね。完売したらそうドキ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 。え、で13登録だよね確か。ドキ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 。あら、もう23時、早すぎる世の中、時間の流れが。 Thank you sold out なってほしいな。乾杯、乾杯になるかな。みんな何を言ってくれるのか楽しみですね。そが、新井さん、曽川さん、石原さん、奥田さん、梶原さん、北沢さん、浜田さん森末さんが出演してくれます、サッチの生誕祭に。さあみんな何を言ってくれるんでしょうか。やっぱりドキドキしてきた、ポリポリ楽しみ。パニークパニーク、みんなでセットで楽しむぜ。そう、川さんも「リップの生きる」ありがとう。マスカラはね、下でしか塗ってないんですよ。忘れてた、塗るの。こんばんは、サッチ、来てくれてありがとう。初めての生誕楽しいね、ありがとう。そう、天誕祭初めてなんで楽しみですね。また来ました、ありがとう。今日はラーメン塗りました、目の下に。新しいコスメも欲しい。うほうほうほう、秋元さやかさんいらっしゃるじゃないですか。合ってますよね、名前。秋元さやかさん、もう卒業されて、もうっていうか
だいぶ前に卒業されたんですけど、私もしもその頃に今の年だったら、私は秋元才加さん推しだった。めちゃくちゃ好き。 TikTok にね前流れてきたんですよ。そうめっちゃかっこいい。あのウホ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 ホあの曲やってるの流れてきて TikTok に。ウホウホホか、ウホウホホ、この曲が流れてきて TikTok で。これしてる才加さんが、めちゃくちゃ好き。そうファンになってる。今もファン。初めて知ったこの曲、それを見てから。ウホウホホゴリラの曲、なんか感想か何かでさ、めっちゃゴリラの真似してた。あ、めっちゃ面白かった。かっこいいですね。なんかその神セブン時代まだちっちゃくてあんまり記憶にないんですけど、なんかライブとか行ってみたかったその頃にの、ね、でもちっちゃい、あ、これ前も話した、なんか何回も同じ話しちゃう。そうちっちゃいながら、あの言ってたからね、私眉毛が好きとか幼稚園で話したのを覚えてる。それは覚えてる。今日早く寝るのが目標です。台本覚えなきゃだ。急に急にですよ。自分もその頃まだオタクではなかった。何年前だ、だって何年前、2011年とかだよね。たちが2005年に生まれてるから2011とかで6歳とか7歳だから、2011 13年、14年前とかだ。幼稚園児だから5歳だから14年前とか。やばいね、考えれるけど考えれない。くましけさんありがとう。だね、ちょっとエアコン上げよう。ちょっと ですよチビサッチーのあの頃。ありがとう。 AKB 劇場行ってみたい本当に。 AKB 劇場に限らず他のグループさんの48グループさんの劇場に行ってみたい。アイドルさんのライブ行ってみたいですね。そう博多とか近いから行けそうですよね。なんか久しぶりに気がする。こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとう。そう船で公演してみたい、してみたい、下見たかったです。多分酔わないタイプかな。でも分かんないな、小さい時だから船乗ったの。最近乗ってないから自分が酔うか酔わないか分かんないんですけど、劇場いいですね。こんにちは、来てくれてありがとう。22木体があるね、東京のクラブミックス。私は稽古じゃな、稽古じゃない、本番ですね。もう本番頑張っています。そう HKT48、 HKT はあれだよね、年齢が低い子、小学生とかもおるイメージ。
今日 TikTok 見ててあの何の西園寺の西園なんだっけな、ちょっと名前が分かんないんですけど、それの子役の子、うわー何だったっけな名前、あの子の名前が流れて、その子のなんかインタビューみたいなのが流れてきて、やっぱたくさん大人の方がいたり、多分緊張してたのかな、分からんけど、多分緊張してなんかこんなんだったの。めちゃくちゃ可愛いと思って、サチもやろうかなあれ嘘冗談だよ、そうって書いてあったの。なんで緊張してたか分からんけど、めちゃくちゃ可愛いが、ちょっと待って、し気になる、なんだっけ、何のドラマ、西園寺、あ、西園寺さんは家事をしないってドラマのちっちゃい子の、あの子はなんていう名前なんだ、なんて、エマちゃん、あ、エマちゃんだ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、最終回なの、そうなのドラマ一個も見てない、あ、倉田エマちゃんだ、やだかわいい、2020年生まれ、ガチでかわいい、この子流れてきて、そのなんか他の役の方がマイクで、あの倉田エマですって言ってみたいなで言われて、でも間違えて言っちゃうの、その役の名前を言っちゃうの、間違えてルカですって間違えて言っちゃって、で、いや、エマですって、よろしくお願いしますって言うんだよって、でも恥ずかしい、でも恥ずかしくてか分かんないですよ、緊張してなんか何のあれか分かんないけど言えなくて、グッてしてんのかわいいと思って、かわいすぎる。でなんかその子がハマってる遊びがあるみたいなやつをしてて、そのいつもやってるハマってる遊びをやってる時だけめっちゃ笑ってて、めちゃくちゃ素の感じ、マジで可愛い、もう本当に可愛い、ちっちゃい子って、どうしよう、食べたくなるね本当に。さっち来てくれてありがとう。そう、2020年生まれってさっち何歳、15歳、中3か、中3何した、あ、受験勉強してましたリアルなこと言う、リアルなこと言うと受験勉強、食べちゃダメ、もう本当に可愛い、もう画面越しでさ、あの画面越しであの可愛さでしょ、もう実物だったらもうどうなるのって感じじゃない、もう可愛すぎてやばい、ぜひ、そう、母性です、本当に可愛い、こんばんは、来てくれてありがとう。子役ってなつきくんかな、これなつきくんってこれ手書くよね、え、そうだよ、なつきくん、りょうま、なつきくん、やばい、なつきくんって呼んでるから名字忘れちゃった。ST5 で小学生入ってきてやばいか。待って、でも小6から応募できるよね、 ST も。わあすごい、もうどうなっちゃうんだろうね、もうみんなの赤ちゃんになっちゃうんじゃない、かわいい。なんかさ、そのさ、なんとか学生、小学生、中学生、高校生のこの最初の文字、なんとか学生のさイメージってでかくない、小6、小6で一番上だけど、小学生ってまとめたらさ、めちゃくちゃもうなんかちっちゃい子みたいになっちゃうじゃん、小学生で、中学生もうまだちっちゃいねって感じじゃん、
でも高校生ってなったらもう一気に大人になった感じしない？でもなんか私も言うて19なのでそんな上から言えないんですけどだってリアチューとかもさ中学生だったわけね、この前までなんかまだ中学生って感じだったのに高校生じゃん、高校生っていう 分類になって一気に大人っぽくなられてって思わない？ちょっと上から目線なんだけど、そう。でもその当時の中学生の自分を思い出すと、でも中学生ってこっち側から見るとさ、中学生なのみたいな感じだけどさ、あの本人的にはもう大人だと思ってるんですよ、中学生なんて。そう、まあ、まあ何が言いたいかっていうとって感じの話しちゃったんですけど、特に言いたいことありません。サッチのショールームは基本ね、ほんとごめんなさいね、なんかそう、ステッチありがとう。動画だから高校生の中学生で、あ、幼くね見られちゃうガチ。サッチーもね幼く見られがちですよ。そう、サッチー来てくれてありがとう。みんなが配信してる、大腸た、あ、これはみんながいろんなとこに行ってるのがバレてますよ。いや、パトロールじゃなくて、まあ、今ねたまたまちょっとねもう一個のスマホが手元にあったからちょっと見てみた。ユウなんて一緒に配信してる、一応じゃなかった、響き、浜田響き、困ってくれてありがとう。はい、隣の人めちゃくちゃ声聞こえるんだけど。ちょっと待って、誰かと電話してるのか、聞こえてるってことはさ、サチの声も聞こえてるかもしれない。え、急に止まった。なんか前髪個性的、え、そういうこと？聞こえてるって声が向こうに届いた。すいません、円、5000円。え、会話してる？もしかしてお友達？そうだよね、なんか結局どれぐらいさ声聞こえるかわかんない。診察はまだ1万円だけ見てないですね。1000円と5000円は見たんですけど、1万円、1万円さ見ないですね。
ほんまに聞こえてる感じ？すいません。声さ、低い方がさ、多分聞こえないよね。どう思う？かゆいんだけど。こいつ来てくれてありがとう。じゃあちょっとそろそろ終わろうかなと思うので。え、低い方が聞こえるの？いや、高い方。誕生日もさせていただきます。13位ピアニッシモさん、12位パイナップルミオさん、11位リョウチさん、10位ルカヤマトさん、9位トンさん、8位アツヨシさん、7位クマノミノさん、6位ブルーさん、5位ノブさん、4位台湾のコウさん、3位ヨヨのヨさん、ありがとう。あ、ちょっともう一回見ます。順位がチェンジしたので、13位りょうちさん、12位りょかやまとさん、11位とんさん、9位あつよしさん、9位くまのみのさん、8位ブルーさん、7位パイナップルみおさん、6位のぶさん、5位台湾のこうさん、4位よよのよさん、3位くまねばばさん、2位は王子様さん、ありがとう。そして1位はドグドグドグダン、もみじさん、ありがとう。タワーもありがタワーでしたです。ありがとうございます。パチ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 。エセータさん、ありがとう。26に楽しみててくれて。ちょっと待ってね。ありがとう。ということで、おお、本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん、本日も配信見に来てくださって誠にありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。みんなもしっかり寝て、しっかり休んで、はい、くださいなくださいなと。じゃあ50分になったら終わろうと。また生誕の当落が出たら教えてください。教えてくださいな。完売目指してます。ということで、あと20秒か、20秒で終わります。じゃあみんな、せーのー、ばー、あと10秒。じゃあみんな、しっかり寝てくださいね。じゃあバイ、親のみ、おじみ、バイ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 。